アスワンハイダム。アスワンハイダムは、エジプトの南部、アスワン地区のナイル川に作られたダム。アスワンダムは2つあるが、現在では、アスワンダムというと、アスワンハイダムを指すことが多い。古いアスワンダムは、とも呼ばれる。1901年に完成し、移行数度にわたって拡張された。アスワンハイダムは、アスワンドーダムの 6.4km 上流に建設され、 1970年に完成した。建設目的は、ナイル川の氾濫防止と考え用水の確保であるが、ローダムだけでは力不足であったために、当時のエジプトのナセル大統領が、ソビエト社会主義共和国連邦の支援を受けて、アスワンハイダムを国家的事業として計画を立てた。高さ111メートル、全長3600メートルの巨大ロックフィルダムである。 アスワンハイダムの巨大な貯水池ナセルコの名は、ガマール・アブドゥンイコール・ナーセル大統領の功績を叩いて付けられた。アスワンハイダムの完成によって、毎年のように起こっていたナイル川の氾濫を防止するとともに、12基の水力発電装置が210万キロワットの電力を供給。ダムにより出現したナセルコから供給される水は、不足がちの農業用水を安定せ、 砂漠の緑化も行われた。その一方で、ナイル川の生態バランスを破壊したなどの批判もあるが、ナセルコの漁業はとても活発で、豊富な水産物は重要な食料として活用されている。今では周辺の遺跡と共に観光地となっている。ナイル川では毎年夏に洪水が発生していた。これがナイル川流域に肥沃な土壌を形成することに役立っていた。 しかし、19世紀中盤に、これまでの水路を深く掘り下げ、夏運河と呼ばれる、通年灌漑用の水路とすることで、農業生産校が激増した。これにより、流域の人口が激増すると、ナイル川の洪水は、必ずしも農業生産に不可欠なものではなくなり、逆に住居や農地を押し流す洪水をコントロールする必要が発生した。ナイル川は、 アスワンのすぐ南で急流が続いており、船舶の航行が不可能となっている。そのため、アスワン、エレファンティネは古代エジプトにおいては長く南の国境とされ、ここより南はヌビアとして別の文明圏であると考えられていた。一方でこの地形はダム建設には最適であったため、常実の理由により、 ナイル川へのダム建設が必要とされるようになると、エジプトを保護下に置いていたイギリスによって調査が行われ、1901年、アスワンのすぐ南にが建設された。これにより、治水能力は大幅に向上したものの、未だナイル川を完全にコントロールできたわけではなかったため、やがてより大規模なダム建設の必要性が認識されるようになった。アスワンダムだけでは、 不十分と考えたエジプト政府は1952年にアスワンハイダムの計画を始める。その後、エジプト革命で政権交代が起こり、イギリス主導で行われていた建設計画は中止れる。一旦中止された計画だったが、ナーシェル大統領を率いる革命政府はダム建設によって大きな利益を得られると踏み、 さらに革命によって近代化されたエジプトのシンボルとなると計算して計画を再開、建設へ向けて資金調達を始める。この計画に対しアメリカが資金援助を申し込んだもののイスラエルを支援するアメリカとナーセルとの交渉は難航し援助計画は破棄された。ナーセルは援助に代わる財源確保のために1956年に スエズ運河国有化を宣言する。これは、スエズ運河の権益を所有していたイギリスとフランスを激怒させ、両国はイスラエルを支援して、スエズ奪回を画策し、第二次中東戦争の発端となった。この戦争によりエジプトは、軍事的には敗北するものの政治的には勝利し、アラブ世界の広範な支持を得たナーセル政権は、盤石のものとなった。 さらに1958年、冷戦の影響もあり、ソ連が建設資金と機材の提供を申し出て、ソ連の企業、ギドロプロエクトが設計で協力するとになった。これにより、政治的にも、資金、技術的にも、巨大プロジェクトを遂行する準備が整った。1960年1月9日に起工式が行われ建設が始まるが、 資金技術面以外にも二つの大きな問題があった。水没地域の約9万人といわれる住民の移住と同じく水没地域にあった古代エジプトの遺跡群の保護の問題である。住民は主にルクソールからコム・オンボの間に開かれた30の深海地へと移住させることで解決した。ヌビア遺跡のアブシンベル神殿をはじめとする遺跡群は 当初そのまま水没させてしまう計画だったが、国際社会からの反対の声が強くユネスコの援助で、巨額の費用をかけて湖畔に移築された。移築されたのは、アブシンベル神殿だけではなく、アスワンドーダム建設時から水没していた、フィラエ等のイシス神殿や、カラブシャ神殿、アマダ神殿、ワディセブアなど10個ほどの遺跡が、水面上へと移設している。 総費用10億米ドルをかけて1970年に完成。完成を記念した塔が湖畔に建てられている。その後、第四次中東戦争において、イスラエル軍によりペイント弾を投下された。このこともあり、現在では軍事施設に並ぶ重要な防衛拠点として、軍が駐留して厳しい警備が行われている。エジプト。 スーダンにまたがる広大な地域が工作可能となった。また、ナセル湖では不栄養化により、漁業が活発化した。1973年に起きた大干ばつの際も、周辺国で干ばつが起きても、エジプトは全く干ばつが起きなかった。また、ダムの建設により、河川の氾濫が少なくなり、穏やかな水流になった。水期であった冬季の水量も安定し、 そのため、船に乗りナイル川を途中遺跡に立ち寄りながらクルーズ、するのが上流化ともに盛んになった。アスアンからアブシンベルにもクルーズ船が就航し、多くの観光客を集めている。また、ナセル湖の水を、湖西部北岸の都市下より、北西の定地へと送り込み、2250平方キロメートルの広大な高地を開発する。 都市化プロジェクトが1998年に着工され、2003年に完成した。ナイル川下流域では土壌や瀬が深刻となった。ナイル川デルタ地帯では、ナイル川からの土砂供給の減少によりかし及び、海岸の浸食が激しくなる影響が出た。また、川口付近の海の生態系への影響も存在する。当初建設後、土砂堆積でダムが 使用不能になるまでには500年かかると予想されていた。しかし現在の観測によると発電に影響が出るのが約500年後でダムが完全に埋まるのは約1700年先だと見積もられている。ナセル湖の出現により湖面から膨大な蒸発が起こるようになりナセル湖周辺では時折豪雨が降るようになった。ダム下流のナイル川周辺には 数々の重要な遺跡がある。川の水が安定した水位を保っていることが、周辺の土壌、ひいてはその上に立つ遺跡自体へ水分が侵入することになった。これは、遺跡の保存上、悪影響があると考えられ、対策の必要性が論じられている。アスワンハイダム完成後、下流の住民にビルハルツ重血球中の感染が蔓延した。これは、 重血球中の中間宿主である巻貝がダムの完成でナイル川の水流が減ったことで大量繁殖したためである楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。